試みはとうにくじかれていたのだ。ファットマンは違う。やつはこちら側の人間。スティルマンと対決の機会を与えるという条件で雇った試験官だ。小僧の仕上がりを確かめ、本演習に進めるかどうかを判断するためのな。やつがビッグシェルを爆破すれば、その時点で演習は終了。そういうことだった。この演習に失敗は許されないのでな。どういうことだ？ある状況であるストーリーを背負わせる。そうすることで誰でもスネークになれる。新兵でも老兵の前科を上げることができる。即席で最強の兵士。その錬成プログラムを作るためのデータ収集が目的だった。お前もデッドセルもオルガもシミュレーションを行うためのポーンとして配置されたに過ぎん。ソリダス、お前とその小僧が選ばれたのはお前たちの関係がスネークとビッグボスに酷似していたからだ。ポーチ、お前たちがシャドウモセスでスネークと戦ったフォックスハウンドの役だ。フォックスハウンドに匹敵する異能集団はデッドセルを置いて他になかったからな。お前たちと小僧を戦わせるためにありもしない純粋水爆の話をでっち上げた。いや、それだけではない。2年前、ここでお前の親父ごとタンカーを沈めた時から計画は始まっていた。お前の夫の投獄もその一部だ。半年前のデッドセルの壊滅、解散、それを仕組んだのが愛国者たちのように見せて憎悪を煽った。お前たちは我々の思惑通り復讐に走ってくれた。全て計画だが、ソリッドスネーク本人の登場だけは誤算だった。一体誰がお前を呼んだのか。私たちの不幸が奴らの策。当たった。なぜお前は幸運を呼ぶ女などではない。どこにでもいる平凡な女だ。お前に弾が当たらないのは魔術でも気功でもましてや超能力でもない。全ては愛国者たちによる演出。演出？愛国者たちが開発した電磁波兵器のおかげなのだ。何の取り柄もないお前を戦場へ引き入れ、お前の親父と夫を慕うデッドセルのメンバーを操るためだった。オルガを利用したのと同じだよ。そんな。お前は愛国者たちが用意したシナリオに沿って悲劇のヒロインを演じていただけ。自分を不幸と思い込み、周りを呪って自分自身に酔っていただけだ。いつでも死ねたのね、私。心臓を外したか。弾が。そうか、思い出した。お前は心臓が右だったな。無駄だ。お前の恩は尽きた。これがその仕掛けだ。
今のテクノロジーを使えば奇跡も幻想も作り出せる。データは十分に集まった。あとはこのアーセナルを回収し、研修過程で出たゴミを始末するだけだ。できるものか？それではどうだ。まずい。ホーチュー。バカな女だ。そこをどけ。言っただろう。お前の幸運は尽きた。世話になった礼だ。例の前段を死ねの右腕の中で覚醒の時を待っていた。オセロットに潜伏していた。愛国者たちのスパイの腕の中でな。
あの時もか。そうだ、俺がこいつを支配していた。